筋肉食堂さんからですね、こういう新商品が届いたということで言っていただきました。おー、美味しそう。マルカッププレートですね。ごちそうさまでした。美味しかったです。ガリ君ちゃん、初音田です。ジャンプニクエットです。でね、チョコリがこっちに、で、のんちゃんカメラ、はい、今日モニター自動車不在なんですけど、はい、今回はこれなんですよ。はい、筋肉食堂さんからですね、赤身低糖質ハンバーグ、かっこトマトかける鶏胸肉塩工場です。筋肉食堂さん一回ね、ダンベル何キロ持てるとのコラボの時とかに撮影もさせていただいて、ましたね、行ったんですけど、はい、今回ね、こういう新商品が届いたということで送っていただきました。はい、で、まあやっぱこういうコロナの状況なので、うん、冷凍で自宅に届けていただけるということらしいです。すごいですね。で、これ電子レンジだけできると。5食ワンセットみたいなんですよ。はい、どうやら、はいで。メニューもね、たくさんあります。うん、すげえいっぱいあるので、まあ、そこから選んでいただければなというところです。で、これ、いろいろ頼んだんですよ、これ。バラエティパックみたいなやつ。そうです。こんな感じですね。こっちが、牛赤身肉のステーキと、皮なし鶏もも肉トマトチキン。おー、で、これ、牛赤身肉のステーキと、うん、鶏胸肉のチャーシュー。あ、チャーシュー、なるほど。で、これが、皮なし鶏もも肉バーベキュー。バーベキュー。鶏胸肉、最強味噌。うん。で、これが赤身低糖質ハンバーグ、過去デミ。うん、皮なし鶏もも肉、ピリ辛チキンと。うん、うん。で、これがさっき言った赤身低糖質ハンバーグ、過去トマトかける、鶏胸肉、塩麹。どれ？トマトチキン。これね。今ね、ほら、チョコリがメインでやっぱ選んだ方がいいのよ。うん、うん。っていうのは、この人は今筋トレ中だから。はい。そうそう。食はね、気をつけといた方がいいから。うん、じゃあ、チョコリこれね。はい。牛赤身肉のステーキと。それか、僕これ行くかと思って最強味噌って書いてあったから、もう、味噌と名の付くもの好きなのかと思って。じゃないよ、こいつはまあ、あっち系やから。あっち系の人あっち系の地獄みたいな味なんですよ。地獄やつ。ね、コールタルみたいな濃いやつがさ。いや、コールタル。でも、筋トレにいいかどうか知らんで、のんちゃんどれって言ったっけ？私、味噌じゃん。ああ、最強味噌。はい、はい。僕これ行きたいんですよ。なるほど、じゃあそうしてください。じゃあ僕このピリ辛いただきますわ。ピリ辛チキン。じゃあこれが森川自動車と。はい。いうことになります、はい、これね、レンジで温めるだけ、はい、7分から8分、はい、早いやつからやっていこうか。はい、ということで温めていきます。はい、チーン。松尾田道中記。おー、美味しそう。ご飯も入ってんだ。玄米だ。いいね。あ、いいっすね。タンパク質 54g ですよ。あ、すごいね。プロテイン2杯分ぐらいですね。これいいっすね。素晴らしい。ちょっと、もうおかしくなった。タンパク質を乱すで。でも先生の教えを受けて。俺を言い乱すんじゃない。いただきます。いいね、ブロッコリーもあるし。あ、うまい。よかったよかった。味付けはどうなんですか？ももの中でも、うん、結構余分な油みたいなのがないんですよ。ああ、なるほど。肉肉しい。肉肉しくって。あったかい。もう30秒ぐらいチェンしたいなって。いや、足りんやったらいい。まあ、チキンは美味しいってこと？チキン美味しい。油感がめちゃめちゃしないんで、すごい筋トレやってる身からすると、これはもう喜んで取れるやつだな。意外と結構ちゃんとボリュームもあってね、いいですね。味もしっかりしますね。うん、うまいですね。チョコリさんの場合はね、皆さん多分ね、ご存知だと思いますけど、体を作るというよりも、筋力を、うん、つけるっていうのを目的にしてましたからね。だからね、これがね、バルクアップパワープレート5色セットです。バルクアップパワープレート5色セット。5色セット。はい。これ、チョコリ、これいくらやと思う？ 1 食1500円のみたいな。1500円だと思った。1食。で、5食でじゃあいくら？5やろ？あ、じゃあ7500円。3980円です。へぇー。税込みで。Uber Eats頼んだりとか、宅配頼むのと変わんない値段じゃないですかね。そうだね。安いよね。で、変わんないところが安い、ね。安いです。5食や。うん。ウーバーイーツさんが1食とか2食でこんぐらい来るでしょ。うん。このうまい味付けでね、こんだけ。あ、味付けうまい？うまいっす。筋肉食堂自体うまいもんね。うまいです、うまい。うん。美味しくないと上ですよね。そうね。さすがにね。筋トレやってる人とか、これ弁当持っていったら絶対いいっすよね。これ喜ぶでしょうね。喜びます、うん。それこそ誕生日プレゼントに送っても喜ばれるんじゃないですか。プロテインとこの弁当セットで喜ばれますね。うん。こんな感じです。おー。僕のが赤身ステーキと鶏胸肉のチャーシュー。うまそうだね。いただきます。うまそう。ほら、これ見て、のんちゃん。これこんな感じ、ほら。お、肉汁したなって美味しそう。あ、うまい、これ。
これは美味しいね。美味しいよ。これちょっとチャーシューです。チャーシュー。これチャーシューですね。うん。薄味なんですよね。うんうん。味付いてるんですか。うん。めっちゃうまいこれ。へえ。全然薄味じゃないこれ。ちょっとチャーシューだ。うん。素晴らしい。いいですか。いただきます。チャーシュー食って。いただきます、うん、ブロッコリー食べればよかったこれ多分チョコリも好きなぐらいの、あ、これはうまい、うまいよね、チョコリさんがうまいっていうぐらいなら、しっかりついたの、めっちゃしついてるね、これね、びっくりした、ありすぎてて、ちょっと油感しないですよそればっかりやっぱこれやっぱ筋肉と大事なの、いやもう本当に変わったな、チョコリさんチャーシューマジでうまい、これチャーシューいただきます、うまっ、ほんとだかなり食いてる、うん、全然パサパサじゃないね、うん、そうなんですごい、なんかいろいろ結構食べに行ってるじゃないですか、はい、で、ウーバーイーツもよく頼むけど、うん、これでいいよね、うん、本当になんかダイエットした人とかバルクアップした人向けの、うん、今回のそのセットメニューだから、うん、これいいんじゃない、いいですね、いいですね、うん、でもバルクアップって普通の人やったらダイエットでもいいんじゃないですか、いいですね、うん、ね、高タンパクで十分なんかクリーンな食事ですよね、うん、そう思う、カロリーも1食500カロリーとか、え、そんなもん少ないですよ、そっか、ご飯が少ないからか、で、高タンパクなんですよ、これで500ってすごいよね、うん、429、すごいよ、3食食っても1500いかんのよ、1日3食これでも全然、ね、全然いけますよね、いいですね、すげえ、特に今ほらね、外出せずにさ、はい、うん、そうですね、今大変じゃないですか、はい、めちゃめちゃいいと思いますよ、これ、うん、例えば、交代制とかで夜のお仕事をされてるとかさ、うんうんうん、日中寝てて出れないような人とかって、うん、やっぱ飲食店が空いてないじゃないですか、今そうね、そういうの考えたら、ね、うん、いいですよね、ウーバーイーツだとちょっとね、高めになりますね、あ、どうしてもですね、手数料、配達料かかるから、うん、そう考えるとこれはいいですよ、5食でだって3980円って相当安いよね、本当安い、めっちゃうまそうじゃない、うわハンバーグパターン、これはうまいやろね、これやばいぞ、チキン、これピリ辛らしいんで、ピリ辛、はい、何キロカロリー、あ、654、ちょっとカロリー、これはちょっとカロリー、そうか、ハンバーグのデミソースだからかもしれないですね、あ、なるほど、うん、うわー、美味しそう、いい感じ、いい感じ、ここが目がいい感じだね、うん、辛い、辛くない、ピリ辛なのかな、うん、うん、ピリ辛っていうより、塩が結構効いてる感じの味がします。うん。すごいね。ピリ辛は胡椒なんだな。うん。多分そっちだと思います。塩胡椒だと思います。ハンバーグジューシー。低糖質って何が違うんだろうね。ハンバーグね。美味しい。普通にハンバーグですよ。小麦粉が少ないとか。あ、そういうことかな。じゃないか。わからんけど。そうかもしれないですね。油がジュワーって出る感じの、あの感じではない。重くならない感じですね、食べてもね。すっごいいい、これ。めちゃめちゃうまいやん、これ。いや、そうなんですよ。これね、マジどれもうまい。うん。松尾田道中記。ブロッコリーめっちゃうまい。もりもり食うね。いや、こんなん初めて見たけど、何の合図かわからん。大胸筋喜ぶぞ。あ、そうそう。500ワットでね、チンする方は、規定より1分ぐらいプラスにした方がいいかもしれないです。あのね、どうしてもね、その冷凍してる時間によるかもしれないですけど、結構ね、中の方がね、ちょっと冷たいのが残ったりする可能性があるんで、端っことか。なので、よっぽどいいね、電子レンジを使ってる方は別ですけど、まあ、500だったら多分プラス1分でいいかなと思います。うわ、ありがとうございます。おぉ、いいじゃないですか。ですね。あ、最強味噌の感じがちゃんと。はい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 。うん、いただきます。はい。じゃあこれどんなもん。チキンからいただきます。はい。両方チキンやけど。こっちは、最強味噌。最強味噌か、最強味噌でいきます。まあ、出てきて。お前、一口でいけんタイプの人ないね。意外と長かったですね。ヘルシーっぽく見えますけど、味しっかりついてますよね、これね。うん。うん。薄味に見える。ね、うん、パッと見ね、うん。結構濃いですか、味、うん。うん。ちょうどいいですね。薄味っぽいけど、しっかり味があると。うん。最強味噌ハンバーグ。うん、これいただきます。あ、濃い味噌で味がしっかりついてるですね。てか味がついてるかついてないか。肉も柔らかいですよ。そう、これ思ったのが肉がね、どれも柔らかいですよね。柔らかい。そうそう、意外と。うん。
全然冷凍ものとは思わないな。しかもなんか赤身だからそんなにね、うん、パサパサしてる感じもなくね、うん、鶏もジューシーだしね、胸肉なのにね。ブロッコリーをいただきます。はい、大好きなやつ。はい、うん、すごい食感が、うん、食べ応えがありますね。ブロッコリーもブロッコリー大きいですよね、一個一個がね、うん、うん、揚げ米も一粒一粒はしっかりこう噛み応えがあって美味しいですね。玄米が意外とさ、ポロポロしてないですよね。うん、そうですね。結構ふわふわに、うん、なってる感じですよね。ふわふわですね。もちもち感がある感じですね。美味しいです。じゃあこちら、はい、鶏からいきます。うまい。そう、脂分がね、少なくて味がね、すごいしっかりしてるからね、いいっすよね。うまっ。あ、うまいな、これ。うん。結構ね、ハンバーグとか、こういう鶏とかね、油分ね、気にすることがね、やっぱどうしても筋トレしてるとあるんですけど、まあ、これもね、こう油分がね、なくてね、すごい美味しいです。で、しかも、筋肉にいいって聞くと、やっぱね、味が薄いんじゃないかとか、かなりね、そぎ落とされてるんじゃないかとか思うかもしれないですけど、味がね、しっかりしてね、ジューシーで、めちゃめちゃうまいです。もう毎日ね、これお弁当で食べてもね、全然飽きが来ないぐらいね、美味しいです。松岡堂中期で、次ハンバーグいきます。うん、もうトマトソースと肉の旨味がですね、もうしっかりね、噛み合わさってね、これうまいっす。あの、この筋肉食堂さんのお弁当もいいところはですね、しっかりカロリーとかタンパク質とかね、脂質とかもね、栄養素を摂取できるかっていうのは書いてあるので、これ食べていいのかな、これじゃ食べちゃダメなのかなっていうのをね、考えずに気兼ねなく食べれるのがね、すごくいいところです。こういうね、野菜もいいっすよね。うん、ちゃんと芯もなくね、中まで通ってるから非常にね、いいです。うん、はい、完食しました。ごちそうさまでした。いやー、めちゃめちゃね、美味しかったっすね。どれもね、弁当によってね、個性があってね、非常に楽しめるかなと思います。またね、これ量がね、一見、ちょっとね、多いかなって思うかもしれないですけど、食べてみたら結構ちょうどいいね、腹持ちになります。ましてや、筋トレやってる方、まあ、かなりタンパク質をね、どれぐらい摂取しようかとか、いろいろ考えながらね、食事をすることも多いんですけど、この弁当を食べるとね、タンパク質がっつり取れるんで、もう何も考えずに美味しく食べれる。そして5食あるんでね、いろんな味楽しみながら食べれるところがね、すごくいいなと思いました。もう家にね、レンジがあれば、もう7、8分ね、チンして、それでね、すぐ食べることができるんで、まあめちゃめちゃいいです。とってもね、美味しかったです。もう僕はね、今回がっつりね、2食食べたんですけどね、他の3つもね、次食べてみたいなと思いました。筋肉食堂さんのバルカッププレートですね、ごちそうさまでした。とっても美味しかったです。また、詳細はですね、全部説明欄に貼ってありますんで、ぜひ見てください。それではチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。さようなら。ずーっとカメラの前にいました。おいしい、味がしっかりしますね。美味しい、うん、一口で食えよな、お前は。もう半切ったやつ残そうとしてない、今。マジで頼むぜ、お前。おいしい、おいしい、うん